お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのね、ラバホリを生使ってやっていこうと思うんですけど、これね、先日も多分この動画を出したんですけど、こちらのデッキで今ね展開に行ってて、まあ、あと2勝で、まあ、7-1いけるっていうところを、まあ、今日ねやっていこうと思うんですけども、あの1本ね、マジあのこのテスラクロスですね。今あのテスラクロスが結構まあ流行ってます。流行ってて、でそのテスラクロスに対してあのあんまりね相性がいいとは言えないんですけど、その立ち回りさえ知ってしまえば、意外となんか勝率ゼロだったのが、ほとんどマジで勝てなかったのがもう5割ぐらい、2回に1回は勝てるようになるぐらい、立ち回り知るだけでね、ちょっと僕もあの海外の上手い選手がこのラバデッキでテスラクロスとかいっぱい倒して上に上がってたんで、そのリプレイ見せてもらって、それでね得たものをちょっとね伝えれたらいいかなと思います。だけでもうね、これテスラクロスってこの人が知ってたんで、もう初手5ボールからのラバ展開してやってるんですけど、この相手がケツアーチャーからのなんかスケとかサイテからのこのクロスはもう正直無視していいです。結局守れないんで、こうもうね無視してただ降りに行きますただそれだけなんですけど、もし初手にそのアーチャーとかを裂かずに初手クロスバッて置かれた場合は、まあ、ラバーを多分その時は基本出してないと思うんで、そういう場合はもうあの5ボリプラスビビドラとか縦線メガゴ始めにちゃちゃって出して、初手クロスですね、もう1枚目相手が裂いたカードが1枚目がクロスならば、できるだけ守った方がいいですね。1周目だけで、2周目のクロスを相手は回してくるんですけど、そこはもうね多分守れないと思うんで、まあ、無視して形作るっていう感じで、初手アーチャーをセパしてくれると、アーチャー1体とテスラだけだとラバーを溶かせないんですよね、相手なんで、まあ、そんな感じでねこう溶かしてしまえば、ただもうこうね1-1交換してしまえば相手はねクロスなんで降りにくいっていう感じですね。で対空がアーチャーとテスラなんですけど、まあ、このねテスラとかも残っているのがねやっぱ厄介なんで、しっかりこうやって処理していきます。で一つめちゃくちゃそのラバーを使う人にとって、まあ、知っておいてほしいなんかテクニックといいますか小技みたいなのが、まあ、海外のねあの上手いラバー使いみんなやってるんで、それ多分ねもうちょっとね後半にね見れると思うんで、そこはねぜひ見てほしいなと思ってます。でここはラバーのタゲを取りつつ、このディガでねアーチャーを処理してるっていう感じですね。でなんだろう、ディガーを結構テスラに当てて、テスラを早めに壊してラバーを残させてアーチャーに5打ってラバーを結構通すっていうようなプレーもあったんですけど、まあ意外とディガー削りで結構いける感じではありますね。なんでまあまずはねクロス相手には、まあまずはしっかりユニットからこう展開してまず耐えますね。そしたらこのねカウンターがなるんで、ここでしっかりラバ展開からの、まあねディガー、これアーチャー読みか、まあ削りかって飛ばして、ここですね、ここのザップレス、ラバーが破裂するタイミングにディガーが飛ばして、まあ、ザップ打ってあげると、相手の、ね、タワーがディガー殴るんで、ラバーがミリ残りで残るんですよね。で、そしたら相手はラバーが破裂する瞬間に5を打つんですけど、そこが外れてパピー、ラバーに相手は5打って、パピーがバーって散らばって、もうね、ディガープラスパピーの形が完成するっていうのができるんで、結構ディガープラスザップの使い方がすごい大事になります。マジでラバーがミリ残りの時にディガープラスザップで竹編をしてタワーの時はディガーに向けて相手のファイボとか雪玉を空振らせるっていうのがマジでうまいラバー使いみんなしてます。なんでぜひ真似してほしいですね。まあたまにねディガープラスザップしてもちょっと遅かったりなんか早すぎたりっていうのがあるんですけど、まあ、そこは多分もう慣れだと思うんで、ぜひねそのラバ使う人はこのね5ザップじゃないわ、ディガープラスザップのねタゲ編を覚えてほしいなと思います。はい、というわけでまあ2戦いけば7-1いけると思うんでやっていきたいなと思います。てなわけでそうですね、マッチング時間が長いんでいろいろお話ししようかなと思うんですけど、まあ、先日ねクララリーグアジアシーズン2が、まあ、開幕しまして、初戦ね僕たちポノスは、まあ、ケイオスセオリーとベンザー選手がいるところですね、試合したんですけど、まあね結構ボコボコにやられちゃった感じはあったんですよね。 2v2 も 1v1 もまあなんですけど、
まあ、手応えと言いますか、そのめちゃくちゃ悪い負け方をしたとは思ってないんで、チーム全体的にね、その 1V もですし 2V も見えてる部分はめちゃくちゃ大きいので、まあね、この次ですね、もうマジで僕あの 2V 初負けがめちゃくちゃ胸にきて、結構あのね辛かったんですけど、まあここからね、マジ無敗で行きたい、気持ちは行きたいんでね、はい、頑張りたいなと思いますね。あとは次は日曜日かな、多分そう、日曜日にあのタロン VS タロンで、まあ新規の選手2人と再加入の選手が1人っていう感じのチームと、まあ、やる感じですね。というわけで、この人多分ロイフグだな、俺知ってるわ、この人。なんかババマジアチコンボに出たっしょ、ゴボリ出たし、多分ババのロイフグなんですよね。でスペルがユキだけだと思うんですよ、僕の知識だと。なんで、まあ、ロイフグ自体は相性はめっちゃ悪いわけでもないし、まあ、若干いいまであるんですけど、あの、マジアチャとかコウモリとかが相手が回転早いんで、そこの2周目ちょっと厄介なんですよね。はい、というわけで、相手何もしてこないな、これ。1分来る瞬間ぐらいにキツメガオからの端前ラバやりたいですね。まあ、その際に多分ロイフ飛んでくると思うんで、それは縦線ぐらいで受けて、かなぁ、と思います。ゴボリが本当は手札に欲しいんですけど、まあ、ないですね。ホバとかがもしかしたらあるかもしんないんですけど、まあ、ホバに5打って、そしたらマジアチ無視かなんか、まあ、どっちかに5打って、コウモリには速攻ザップは確定事項。こっちで出して、これ逆サイワンチャン、あ、いきますね。呼ぶ。これでも美味しい、これ美味しい、美味しい。これもホバ、美味しい、これ許容して、カウンターですね。これユニット残すの大事。これ言うの無視ですね。で、ワンチャンロイフ、よく、いや、いい。これも無視して、もう虫ゲーですね。これもう5打っちゃいます。ザップ打っちゃいます。これで、しかもザップ、ここでコウモリ打てれば、タゲ編で残る、オッケー。入る、オッケーオッケー。でも、雪玉かな？おいしい。あー、でも、いい雪玉。オッケー、残ってる。あのホバには、まあ、直当てしたいんですけど、まあ、これあと5圏内なんで、守れば勝ちですね。まあ、絶対来ますよね、っていう。うん。まあ、これ5打ってあげて、もう、おいしい。オッケーオッケー。はい、リガー削りで勝ち。これでどうしよう。勝ってなかったら。やばい。オッケー。いい。ふー。まあ、初っ端ね、ロイフグが逆サイドだったら、まあ、縦線だけで守って、その逆サイドにロイフグプラス、ホバだったら、まあ、縦線と、もう一個対空いるかもしれなかったんですけど、同サイドだったんで、あそこでラバ受けして、ユニットをね、あの、多少ダメージ受けていいんで、ユニット残してカウンターっていうのが、あ、いい形が作れましたね。でも許容ですね。言うのも途中無視したんですけど、あそこをゴボリと防衛してたら、あの、ダメージ抑えてるんですけど、結局その分の攻めにね、コスト使えてなくて、いい感じに防衛されてたんで、まあ、言うのぐらいなら、結構ね、いい形が作れてたんで、あれぐらいなら無視していいなと思いました。というわけで、さあ、7-1、いきたいと思います。ふぅー。ああ、そうですね。今ね、あの、隣にね、なんかリビング的なところで、ね、今僕動画撮ってるんですけど、その、韓国で今みんなで生活してて、部屋割りね、今韓国来て、多分1週間ぐらい、そう、1週間ぐらい経ってるんですけど、ホテル高い。あの、そう、僕とライキさんがダブルベッドで寝てて、みかんさんとコタが同じ部屋で、まあ、ベッドは違うんですけど、寝てて、あ、コタがベッドで、みかんさんが床というか、あの、マットレスっていうね。で、天国が一人。そう、天国が一人部屋で寝てるっていう感じでね、今生活してる中なんですけども、今ね、リビングでどういうことです。あー、これ誰？マジで誰？これマジで誰？本当に誰？これやばいんですよ。あー、これあの、マジでメガゴがビビなかったのに辛いですね。しかも、これ、ここで咲いちゃったんで、ここで咲いちゃった。ゴボリサイってそう。ダクプリ型の方がめっちゃガグいよね。ダクプリ型の方がだるい。あの、ゴースト型とダクプリ型のペッカなんですけど、ダクプリ型はちょっとだるいっすね。あ、待って、これ早い。やばい。あ、やばい、待って、サイクルがやばい。ここでかけけんを書くと次のね。で、延命来るかもしれないので、ここでちゃっちゃ殺します。で、あー、これ、端ピ来たらうまいんだよな。でも、さすがにそんなコストはない。
さすがにそんなことない。で、逆サイディガー、そうですね。これは、まだね、今、序盤耐える時期なんで、ディガー使ってもできますね。攻めの時期になったら、余裕のぐらいは無視できます。けど、この守りのまずタイムはね、しっかり守ります。で、この人たちは別にベビーで処理できるんで、ファイバー取っといて、まあ、工場が来たらファイブ打とうかなぐらい。うわー、うまい。これな毎回100点回転うん、うわー、しかもこれ。ここにもう一枚使おう、うん、危ない危ない。いやでもね、全然まだ回りますよ、まだ回りますよ、守る。あ、終わった、待って、最悪だ。いや甘い。いやー、ダックプリの縦線を割く展開が本当はね理想ではないんですよね。まあまあ、でも言うてな、こっから一本もぎ取れます。このデッキは2周目ラバー回しますね。こっからこれ若干強要したいけど、端ピーきますね、もしかしたら。オッケーオッケー、許容ゲーミング。なるほどね、堅い作りでいい。本当は2周目ラバー欲しいっすね。これエレキに5をエレキちゃって殺して、これラバーをまず残さないといけないですね、2周目ラバーをするっていうので。あ、もうここ大きな、うん、ファイボザップで回して、そうそうそう、コガガチガチで回したんが、そうそうそう、ソラしか出してない。で、ここもソラ追加してあげて、相手マジアチェームしてる。うわぁ、マジアチェームはだる。でも、こうマジアチさえ処理してあげれば全体全体ある。うわぁ、全体ある全体ある。時間大丈夫。いやー、待って、最悪だ、アララチ。これは勝ちたいだに。序盤がな、マジでちょっとしょっぱながら辛かったのはあったんですけど、まあ、そうですね。まあペッカは5回に4回勝てるんですよ。5回に4回勝てて1回負けるんですけど、そうだな、まあ、何が悪かったっていうと、しょっぱなならしゃあないから、一回どっかで縦線でダクプリしょっぱなで守ったのいいんですけど、2周目のベビーザップ縦線でダクプリを守ったところをベビーザップだけで抑えて縦線を使わないでよかったですね。ダメージ許容して、多分コストそれでトントンぐらいだったんで、そこで一回許容すればよかったっすね。で、若干守りすぎた感があったかなっていうやつですね。まあ、うまいですね。ここまでペック工場で上がってるやって、こったペック工場で7000ぐらいでしたもんね。6980で死んだ。なるほどね。なんで、まあまあまあ。というわけで、うまかったね。うまかったってわけで、まあね、この動画外でね、こっそり71行っていきます。ってことで、クロロリーグ今始まってるんで、はい、ぜひね、応援してもらえるといいなと思います。まあ、初戦負けちゃったんですけど、まあ、言うて初戦みたいなのがあって。まあまあ、全部かけばね。はい。5試合して、同じチームとも1回5試合するっていう感じなんで。もう1回リベンジできるっていうね。はい、なんで、まあね、残り9試合あるんで、ぜひ、応援ね、お願いします。はい、では、こんな感じで応援したいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。